国に五右衛門の働きにより織田軍は敗退した。だがそのため信長の将明智光秀の追撃を受けることになる。お国は五右衛門の提案で伊賀の抜け道を通って伊勢への逃走を図った。憧れ翻弄嫉妬は憧れ。第3話伊勢長島の場合、夢見せましょう。逃げ切るしかねえ。俺様に任せとけ。死にたくなければ逃げてください。この場所を通ることは分かっていましたよ。いい年やって、いい年や。がお国さんに勝てるわけねえだろ。敵将いわしの砂。俺様も負けてられねえぜ。ここは引きます。Thank you.
そう簡単に逃げ切れると思いますか。身の安全は約束する。諦めなさい。なぜ無駄死にしようとするのか。手を引け。優しさがにじみ出てるわ。こんなんやシュッとした人もよろしな。てめえごときがお国さんに勝てるわけねえだろ。行きますよ。出来所を言わしました。俺様も負けてられねえぜ。見事な手前、引かせていただきます。仕方ありません。一旦引きます。こないなとこではぐれてしもたらカノンが。ほな、ゴエモン様についていきます。定め、受け入れよ。主の命により始末する。何を言ってがあって、何を言って反応が聞いたらしいわ。てめえごときがお国さんに勝てるわけねえだろ。敵将言わしました。俺様も負けてられねえぜ。敗北。今は悔いあらず。俺様も負けてられねえぜ。こないなとこではぐれてしもたカノンは。ほな、ゴエモン様についていきます。言わはって。